弓岡慶次郎は兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、野球解説者。東洋大姫路高校では1974年に1年生ながら一番打者、遊撃手として夏の全国高校野球選手権大会に出場。3回戦に進むが平安校に敗退。新チームとなり、同年の周期近畿大会兼予選では、 投手として活躍し、本大会に進む。しかし一回戦で、東山港に大敗し春の選抜出場を一した。その後は内野手に戻るが、翌1975年夏の甲子園県予選では、準決勝で、相モト港に敗れる。1976年春の選抜高校野球大会に出場。準々決勝で、智弁学園のエース山口哲次を打ち崩し、 準決勝に進むが、小山高に0から1で赤敗この大会では、大会第2号本塁打を放ち、高首相3拍子揃った遊撃手として注目される。夏の県予選でも決勝に進出するが、上野勝二のいた死神高に大敗、甲子園には届かなかった。1年下のチームメイトに、松本正史、宮本賢治の両投手がいた。 1976年のドラフト会議で、クラウンライターライオンズから3位指名されるが、入団を拒否し、社会人野球の新日鉄広畑に進む。1979年の都市大抗では、AS 藤高俊彦を養子活躍、翌年の同大会にも神戸成功の補強選手として、出場した。1980年のドラフト3位で、阪急ブレーブスに入団。 7年連続ダイヤモンドグラブ賞を獲得していた不動のショートストップ大橋城がキャンプで右肩骨折したことでレギュラーに抜擢されポジションを奪い取る形となり打率は悪いものの新人ながら全試合出場を果たす。1983年には35盗塁をマークし、打率も260とまずまずの成績を残す。 1984年のオールスターゲームでは、遊撃手部門で、プロ入り同期の石毛博則を抑えて1位で選出された。チームが5年ぶりにリーグ優勝したこの年に、初の3割を打ち、ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞した。1987年にもゴールデングラブ賞を受賞。1991年に33歳という若さで引退した。応援歌は、 最終年を除き社会人時代の新日鉄マーチの替え歌だった。引退後、1992年から1994年までは、オリックス1軍内野守備、総類コーチを務めた。1995年から1997年までは、2軍内野守備、総類コーチ。1998年から1999年までは、2軍監督。 2000年から2002年までは一軍守備、総類コーチ。2003年からは、フロント入り。2006年から2007年までは二軍守備、総類コーチ。2008年からは二軍チーフ兼守備、総類コーチを務めていたが、テリー・コリンズ監督の辞任に伴うコーチ陣の移動で5月22日から、チーフコーチ仙任となる。2009年から2010年は再び二軍チーフ兼 守備、走塁コーチを務めた。2011年からは二軍事総合コーチを務めた。2013年からは二軍監督に就任。10月29日に契約満了に伴い、1980年に選手として入団以来33年前での対談が発表された。2014年より、四国アイランドリーグプラス、愛媛マンダリンパイレーツの監督を務める。 初年度は前期は最下位だったが、後期は惜しくも優勝を逃すに言いながら、年間勝率2位となり、前期後期を連覇した、徳島インディーゴソックスとのリーグチャンピオンシップに出場。チームとして、チャンピオンシップ初勝利を挙げたい先成席隊まで持ち込んだが、最終戦に敗れて、チーム初優勝を逃した。2015年は2年目で就任後初となる、後期優勝を達成。 前期優勝の香川オリーブガイナーズとのリーグチャンピオンシップシップも制して就任2年目でチームの悲願だった年間総合優勝を達成した。ベースボールチャレンジリーグ優勝チームの新潟アルビレックスベースボールクラブと対戦したグランドチャンピオンシップも3勝2敗で制し独立リーグ日本一に導いた。2016年は全校期と年間総合優勝をべて達成する。 完全優勝を実現した。リーグでは3球団目で、監督としても3人目、島田直也となる。ベースボールチャレンジリーグ優勝チームの群馬、ダイヤモンドペガサスと対戦したグランドチャンピオンシップは、初戦から2連勝で王手をかけたが、前年とは逆にそこから3連敗を喫し、史上にチーム目となるシリーズ連覇を逃した。 同年10月27日、愛媛の監督退任と、オリックスへの復帰が発表された。退任に際して、愛媛球団は、弓岡の背番号77を永久欠番にすることを発表した。2017年はオリックス育成統括コーチ。2018年は二軍ヘッド兼育成統括コーチ。2019年は育成チーフコーチ。9月29日に、 来期の契約更新を行わない旨を通告された。11月1日付で事業部本社運営部に配属。2020年からはオリックスに在籍しつつ、J スポーツ、BS1 にトゥエルビパリーグ TEB のオリックス戦中継の野球解説者としても活動した。2021年11月18日、2022年シーズンより四国いる。 愛媛の監督に6年ぶりに復帰することが発表された。堅実な遊撃守備と瞬速高打が武器。現役時代は貴重なつなぎ役としてチームを支えた。守備練習では、いかに相手打者が併殺になりやすいかを考え、時には二類種の練習をすることもあったという。瞬時の状況判断が求められる試合では、第三者に、 自分の判断が正しかったかを聞くことで自らを客観視していた。テニスでサーブを待つ構えを参考に小刻みに体を動かしながら構え、二類寄りの打球は送球も考慮し、できるだけ曲線を描きながら補給していた。また、三類寄りの打球は正面で補給することにこだわらず、逆シングルで行ったり、弱い頃は思い切って突っ込んでいた。ありがとうございます。